アンリ・アルピニー、ヘンリ、ヨゼフ・ハーピグニーズ、1819年6月28日から1916年8月28日は、フランスの風景画家である、ジャンバティスト・カミー・ユコローと活動し、バルビゾン派の画家の一人に数えられる、ノール県のバランシエンヌで生まれた、はじめ商人として働き、画家を志したのは27歳になった1848年で、 パリで風景画家のジャンアシャールの弟子になった。1850年から1852年の間は、ドイツ、オランダ、イタリアを旅して修行した。1852年に帰国し、パリにスタジオを開き、1853年に、故郷の風景や、イタリアの風景を描きパリのサロンにデビューした。 1861年にアリエ川のほとりの林の風景を描いた作品が高い評価を受けた。コローと1860年に再びイタリアを旅するなど共に行動し、コローの作品から影響を受けた。文学者のアナトール・フランスはアルピニーを木々と平和ない中を描くミケランジェロと表した。 1868年と1869年の展覧会でメダルを獲得した。1900年のパリ万国博覧会の展覧会で金メダルを受賞した。レジオンドヌール勲章は1875年に、シュバリエ、1883年に、オフィシエ、1901年に、コマンドゥール、1911年に、グラントフィシエを受勲した。ありがとうございます。